馬にまたがりしは我らが大殿堀尾義治様でございまする。ございまする。そして血の輪のついたような造形は馬印、大将の所在を示す部位の証でございまする。どうぞ。最後の騎馬武者は堀尾田島殿でございまする。そして笛の音とともに参りましたのは堀尾義治様の総工の妻、内助の子、縁の下の力持ち、大宝様、そして忠氏様、小屋姫様のご入場でございまする。以上、小屋姫を中心として総勢170名の前に松江にとって大切な歴史、それにまつわる人をご紹介いたしたいと存じ上げる。国宝となった松江城、国の宝である松江城に向かい、おのおの方、勝ち時じゃ。勇壮な薙刀の演舞、とくとご覧あれ。そしてこの松江武者のために、武者行列のために、日本全国から自前の甲冑を持って集まった三人武者たちの演舞、とくとご覧くだされませ。九州武者同盟の皆様、木原殿、お見井殿、鏡殿、黒助殿の演舞でございまする。九州からわざわざお越しでございます。皆様拍手でもって歓迎してくだされませ。沿道の皆様、拍手疲れましたか？休み休みで結構でございます。どうぞ皆様、惜しみない。白に鈴木氏は華麗な衣装に薙刀を振る女武者たちの一団でございます。今年も華麗な衣装を身にまとい、みやびな舞を披露いたしまする。戦国乱世は男だけではなく、女こそが国の要として、そして女武者隊の後ろに付き従いしは凛々しく登場をしてし、堀尾忠氏公のご嫡男、松江城初代城主堀尾忠治様で、こう血の輪のようなものがついた造形は馬印、大将の所在を示し権威を見せつけているものでございます。この馬印は堀尾家に伝わりしもので、馬印を持つたるは軍艦堀尾宮内殿、
宮内殿の屋敷方長相様にて候豊臣御奉行の一人前に麗しき奥方様でございまする。長相様の後ろに付き従いしは長相様付き次女の面々、桜の枝の桜の舞、どうぞご堪能くだされませ。そして次女の後ろに続きしは堀尾義春公といえば何といっても鉄砲隊でござる。大袖胴丸に身を包んだ室町時代様式の鎧軍装にて特別の参陣でござる。戦の要、戦を決定する弓の威力、それを演武として取り入れております。弓隊の鎧にもぜひご注目くだされませ。果敢な弓隊の演武の後ろ、五行説にも由来する神羅万象を司る五色の御旗は吹き流し舞台でございます。とも引かずその武勇、まさに鬼のごとしとも。なぎなたを振るうのは女武者たちの一団でございまする。女武者たちの後ろに付き従いし楽隊、そして桜の枝を持った子供次女の面々でございます。そして子供次女の後ろにおられるのは堀尾義春公の次女小屋姫様で、様の後ろ堀尾義春、あ、間もなく我が主堀尾義春様がご参陣願います。ご参陣いたします。皆様、沿道の皆様、今以上の拍手を殿様の前でご披露くだされませ。